昭和60年台風第6号は1985年7月に静岡県に上陸した台風である。進路図1985年6月25日にパラオの北海上で発生した台風6号は勢力を強めながらフィリピンの東を北上して日本列島に接近。最盛期には中心気圧が960ヘクトパスカル。 最大風速80ノッツにまで発達した。その後台風は30日午後に四国地方の南海上を北東へ進み、7月1日に静岡県の田子の浦に上陸して関東地方を縦断。その後北日本の東海上を北東に進んだ。この台風は1979年10月に日本を襲い全国各地に被害を出した台風20号に ほぼ匹敵する勢力で関東地方を通過したことから関東地方を直撃した台風としては過去最大級の勢力となっていた。台風の接近に伴ってすでに九州地方中部から四国地方、中部地方、関東地方にかけて停滞していた梅雨前線が刺激され関東地方以勢では大雨や強風に襲われた。これに加えて 台風の危険範囲に入ってしまった関東地方、南部などは、最大瞬間風速秒速30メートルの暴風が吹いたエリアとなった。この台風により、死者、行方不明16人、負傷者49人の人的被害が確認されている、ほか、全海、流出38棟、半壊、一部破損773棟、床上浸水1906棟、 床下浸水1785棟、高地被害31617ヘクタールの被害が出た。さらに、被害総額は1303億円に達した。ありがとうございます。